さんって反応してないし、一応はい。両者合意の上でお金払ってるから、あれは、じゃあ、カンタさん的には問題のない範囲内。奥様以外の方と性行為をするという行為自体は、外野が何か思うことではないと思ってます。外野がとやはい。かく言うなと。いうことじゃないと思ってます。それは奥様とご本人と、そのお相手の方のこの3者が納得がいっているのであれば、それはもうそれでおしまいの話だと思うんですが、やっぱりその多目的のお手洗いを使われたということが私は当時は問題だったと思いまし神て。田さん的には問題は、その場所である多目的ルームが問題なんですか？あそうです。れが私は申ホテしルだったら訳、何の問題もない。ご本人たちがその後、当事者同士で解決していれば問題はないと思います。私が問題だって捉える必要はないと思います。そういう派閥なんですね。そうなんはい。だ。へえ、で面も、白い。そう思いません？ひろゆきさんも。僕、多目的ルーム使ってた派なんで、何が問題かわからない派なんですよ。あ、そうなんですいね。や、なんかえ、さ、じゃ外で待ってる人がいたら、それは問題だと思うんあ、ですよね。トイレ、使いたいですっていう人がいたら、別になんか使ってないんだったら誰も被害者いないから、何の問題もないってはい。はい。いや、それはわかんないですよね。ほら、トントンって来てたかもしれませんし。トントンってしたけど気づかなかったみたいな。はい。それがわからないので、あれなんですけど、私はだから奥様以外の方と行為をするということ自体はもう当事者同士の話であって、自分のようなものが、それは良くないとかって思うこと自体が違うって思うので、はい。だからそのじ多ゃ目あ、的、その旦那はさい。んがそういうことしたとしても、神田さん的には納得できるんだったら、もう何の問題もないっていうことなんですか？はい。それは私の夫と私の間で納得がいけば問題ないんですけど、納得いかないようだったらそれは問題です。ただ、その行為自体で、なんていうんですか、全然お会いしたことない方が、すごく不愉快な思いをすると思うんですよ。そんな方がないと思ってたのにって。でも、それが私がその立場だったら何も思わないっていうことですね。はい。でもまあ、一般的な人って、その多目的かどうかより、多分その不倫とお金払ったことに対して怒ってた気がするんですけど、じゃあお金払うとかはもうどうでもいい。それはもおう、金当事者の満足は、の問題。当事者同士はそれで納得しているのであれば別に。はい。じゃあそこでなんで世間はそんなことで騒いでるんだろうっていう感じなんですね。いやいや、それに嫌悪感を覚える気持ちもわかります。はい、わかりますけど、自分がそれをあえて発言するほど、私がそこは問題だと感じてないっていうことです。はい。多目的トイレで化粧や着替えをする人にも不倫と同様に嫌悪感を持ちますか？それは持たないです。それはいいんですか？多目的トイレを使って言うはい。のは。はい。でも俺なんかその化粧になんか30分かかってるせいで、後ろであ、なんそかれ待ってる人がいるかもしれない。は30分はないですよ。でも、お手洗いをそこで済ませて、その間にパパッと直すことってあるじゃないですか。で、お手洗い入るときにすごい荷物が多くて、一般の個室ではもう置けないし、入れないっていうときは、多目的トイレに入って、置き場所が結構ありますから、そこに置いてお手洗い済ませて、でその場にちょっと油取り紙で油を取るとかってことは全然私はじゃあ、する早けこれとばいいんですね。その、はだじゃあ、その渡部さんも、なんかもう5分ぐらいで終わるんだったらよかったと。い だからなんて2人で入るとこじゃないんですよね。1人ずつ入れと。そうそうお手伝いが必要な方は当然複数人で入っていいと思うんですよ、用を足すときに。でも、用を足すときにお一人でいいのに、いっぱいで入っちゃうっていうのは、なかなか難しいですよね。渡部さんがすっきりするのが1人だとできないから、お手伝いさんが入ったってことになるかもしれないですけどね。すっきりが用を足すじゃないですもんね。そうですね。はい。だから、すいませんでした。ね。チャンネル登録よろしくお願いします。